こんにちは、即家塾のこぶです。今回はですね、インスタグラムのフォーラーさんからまた質問いただきました。あの、ビジネスとかお金儲けに関して、どんな回答でもいたしますけども、今回はね、ついにこれが来たかってやつですね。それはですね、おさ銭箱を自分の家の前に置くことは違法でしょうかってことですよね。何が言いたいかわかりますよね。おさ銭箱や義援金の箱、こういったものをどこかに置いておくことによって、 いろんな人がね、そこにお金を入れる可能性があります。それを自分のビジネスにしようっていう作戦なんですよ。いや、これね、結論に言いますとね、再選銭箱などを勝手に置いてはいけませんという法律はありません。お地蔵さんを勝手に置いておいてはいけませんという法律はありません。ですんで、自分の土地の敷地内だったら自由ですよ。でも、どっかね、神社とかお寺とか、 人が集まりそうな人の土地もしくは公共の土地に自分の私物を置いておくことは、これはちょっと進められませんね。正確には条例などによって禁じられてる例があると思いますけども、やっぱりね、物を置いておいたのか、それとも忘れ物をしたのかってことは非常に微妙なところがあります。私はですね、自分で店舗をやってる時に忘れてくるっていう仕事があったんですよ。それはどういうことかっていうと、まあいろんな飲食店に行ってね、 自分ののお店の広告を忘れてくる1枚とか2枚を忘れてくるライターやマッチに自分のお店の広告をしたものを忘れてくるティッシュを作って自分の店の広告それをいろんなところに駅とかね電車の中とかバスの中に忘れてくるというビジネスをしたんですよ時には大学の講義室に行ってそこに忘れてくるみたいなねそうすると普段他の業者さんが入らないところに広告を合法的に置くことができるんですよこれ明らかに 私たち事業者からすると広告をお気に入ってるわけなんですけども客観的に見ると忘れてきてるだけなんですよ、ね、だから何かお問い合わせがねそういうところからあった場合あ忘れてきましたすいませんそちらで処理していただきませんかで済むんですよしかしこれあんまり露骨にやるとさすがにね評判悪くなりますのでそこそこしかできないっていうのがね味噌なんですよねじゃあこの事例を応用して神社仏閣近所のお寺 それから無人のなんかねそういった祠などに自分の明らかに自分の収益を目的としたおさ銭箱や寄付箱をポンと置いてくるのはどうなんでしょうかってことですそれはやっぱりねよくないですよねでも言ってみればあっ忘れてきちゃったっていうふうな言い訳はできますまあでもそんなことをしてもね稼げるとは思いませんよまあですんでね私がおすすめするのは自分で土地を買うか借りるかしてその土地に 雰囲気のあるようなね人を集めそうな霊剣新たかな祠らを作ったりとかね印象深いなんか観光地みたいな仕掛けをしてそれをインスタグラムやツイッターで広めてそこに再い銭箱があるみたいなことをすればちょっと面倒くさくて経費はかかりますけども義援金ビビジジネネス、ス寄付ビジネスはできるんじゃなないいかなと思いますあとは贈与税の問題をね、えー、ご自身で調べていただいて、えー、税理士さんなどに相談してそれをきちんとビジネス化すればいいんじゃないですか までですんでお賽銭箱ビジネスってやつですかこれは誰でもできると思いますよ条例や税制に注意して人の土地に置いたりしない、まあ、あくまでも自分の土地の中でやるっていう分に関しましてはいいんじゃないですかはい今回の回答は以上ですいいところに目をつけましたねこのお賽銭ビジネスってね当たればでかいですよまあ私がやろうと思いませんけどもうんでもなんかアイディアありますね六本木ヒルズの敷地の中にビジネス 成功お賽銭箱みたいなのがあったら結構集まるんじゃないかなと思いますけどねあとは歌舞伎町なんかにホスト神社ってのを作ってねでホストの方が売れるためにそこにお賽銭を1万円とか2万円入れていただくのを期待するみたいな、まあ、そんなビジネス誰か始めないですかね私がやりましょうかねやっぱりね、はい、ということで今回は以上ですいってらっしゃい